リキッドタイプのリップティントリップティントとは、リップグロス、リップスティック、リップバームなどのリップ製品のうち、色素に染料を用いることで色落ちしにくい、唇の pH や水分量によって発色が変わるなどの特徴を有するものである。リップティント処方により色落ちしにくい。また、ワックスベースのリップスティックのように唇の表面に着色された皮膜があるのではなく、 唇そのものが染まったような発色を見せる。使用者の唇の pH や水分量で発色が変わることでオリジナルカラーになることも若年層への訴求となっている。唇の内側に塗り、その後綿棒などで外側に広げていくことで容易にグラデーションリップに仕上げることができる。製品形状は液状、スティック状など様々である。化粧品の種類別名称や それに変えて用いることのできる名称にリップティントはなく、製品形状により、リップグロスその他の名称となる。パックのように塗って乾いてから剥がすと唇が染まっているタイプのリップティントも製品化されている。このタイプは色が長時間持つことを特徴とするが、乾いてから剥がすまでは発色がわからないため、色の調整やグラデーションリップを作ることにはあまり向いていない。 マットタイプのリップスティックの色素が顔料であるのに、対してリップティントの色素は主に染料である。こうした油剤に油性染料を色素として加えるリップ製品の処方がリップティント処方である。ティント処方は顔料処方と比較して唇がカップなどに触れた場合の色移りも少なく色が長持ちする特徴がある。リップティントは調合にワックスはあまり含まれない。 オイルとワックスで固めたタイプのリップスティックはワックス結晶が重なり合ってできたカードハウス構造の微細な空間にオイルと色素が封じ込まれており、塗布時は摩擦でカードハウス構造が崩れて唇表面に油性皮膜ができ、色素はその被膜内に分散して存在する。これに対してワックスを含まないリップティントは塗布後に揮発成分は蒸散し、色素は 唇の角質層を染めるため、色は長持ちする。ただし、油性皮膜を作るリップ製品と比較すると唇が乾燥しやすい点には、留意が必要である。グロスタイプのリップティントは、油剤の粘度を上げるために、ゲル化剤などが加えられる。油剤とゲル化剤の組み合わせによっては、硬いゲルカ油が得られ、これにより、スティックタイプのリップティントが作られる。 リップティントの名称は唇をほのかな色に染めるということに由来しており、唇に塗った後に鮮やかに色づいていくことを、訴求点とする製品も多い。こうしたカラーチェンジタイプのリップティント処方の典型例は、色素、赤色218号と pH 調整剤としてのクエン酸の組み合わせである。赤色218号は、 pH 調整剤で酸性に保たれた製品中では薄いピンクに発色しているが唇に塗った後にアルカリ性の方へ pH が変化すると濃いピンクに発色する。リップティントが独立した商品カテゴリーとして成長したのは韓国からであるが色素に染料を用いることで色落ちしにくくなるということはヘーゼルビショップの発明した色落ちしにくいリップスティックで すでに実用化している。ビショップは第二次世界大戦中、スタンダードオイルで航空機のカーボンデポジットの研究に携わっていた。戦後は石油会社で燃料の研究を続けながら余暇で色落ちしにくいリップスティックの開発に取り組む。1949年にこの開発に成功し、1950年には投資家の出資を受け、 自らの化粧品会社を立ち上げて製品化する。その革新的リップスティックは、たちまち消費者に受け入れられ、商業的にも成功した。ビショップの処方は、油性染料で唇表面を染めるという点は、リップティントと共通するが、顔料と染料の併用であること及び、オイルとワックスの調合であることから、 唇表面に均一な色ムラのない着色被膜を形成するものであり、ゲル化剤で粘土を得た油剤に油性染料が溶けている、リップティントのようにほのかな色に染めるものではなかった。グラデーションディップは唇の内側に濃色を塗り、外側に行くに従って単色に塗る化粧法である。コンシーラーで唇の色味を消した後に、グラデーションになるよう唇にを塗っていく。 元より濃色と単色のリップ製品を併用すれば、リップティントでなくてもグラデーションリップにすることはできるが、リップティントは唇の内側のみに塗り、綿棒や指などで外側に広げていくことで容易にグラデーションリップにすることができる。グラデーションリップは2014年頃までに韓国でトレンドとなっていった。グラデーションリップとそのために使用されるリップティントは、 K-POP アーティストであるミス、A メンバーのペスジ、F メンバーのクリスタルなどの有名人が取り入れ、そのことを発信したことで、広く知られるようになった。2018年頃、日本において、オルチャンメイクの名称で、韓国風メイクが注目され、それと共にリップティントも普及していった。オルチャンメイクでは、赤リップが強調されるため、リップティントとそれより、 赤の色濃い他のリップ製品が併用されることもある。2018年にサイバーエージェントの連結し、会社ライブ STA が行った調査によると、10代から20代の女性の約4分の1は、韓国制化商品を使用しており、リップティントは、その中心的なアイテムの一つであった。女子高校生は、オルチャンメイクを通じて、リップティントに慣れ親しむ場合も多い。 ポップティンなどのティーンズファッション雑誌で繰り返しオルチャンメイクの方法が紹介される中で黒くとしてディップティントが付けられることもある。ディップティントはティーンズファッション雑誌のみならず成人女性向けファッション雑誌にも多く取り上げられ、ディップティントを販売するメーカーもハイブランドから100円ショップまで広がりを見せている。ありがとうございます。